トヨタ GR86 ユーザーの指名買いも多いサイバーナビの新モデル。その時代の最新技術を駆使し、時にあっと驚く機能を先駆けて採用してきた。カロッツェリアのサイバーナビ。10月に最新の2023頭モデル8機種が発売された。画面サイズは 9V 型から 7V 型 2D。 1 8 0ト、mm、ルまで4種類ラインナップされているがいずれも先代モデルからの正当進化を印象付ける内容サイバーナビ史上最高音質を歌う音響性能フリーワード音声検索の進化など得意のオンライン機能を活かしたコンテンツをより豊かに より快適に楽しめるアップデートが加えられている。今回はその中でも最上級モデルに位置づけられる。AVIC C99123DC を早速お借りして、新機能を体感する機会を得た。取り付け用の車両として用意したのは、トヨタの GR86。 実は GR86 はサイバーナビの指名買いが多い車種の一つだそうで、実際に取り付け性や操作性の面で、非常に親和性が高いことが実感できた。そのあたりはおいおいレポートしていくこととして、そもそもサイバーナビの何がどうすごいのか、最初にその基本性能について確認していこう。 動画や音楽のストリーミングも通信オンライン機能で超快適。サイバーナビが特に既存ユーザーから高く評価されているポイント。それが通信を使ったオンライン機能だ。サイバーナビは市販カーナビとして初めて Y、ファイスポット機能に対応し、ドコモの社内向けインターネット接続サービス、 どこもインカーコネクトを利用できる。要するに、同梱されているネットワークスティックで通信を行い、スマートフォンなどをサイバーナビに接続すれば、大画面で動画や音楽のストリーミングを、通信量を気にせずに楽しむことができるのだ。データ通信量は定額使い放題なので、 スマホのように使いすぎや通信速度制限を気にする必要がない。利用料金は1日プラン税込み550円。1ヶ月プラン同1650円。1年プラン同13200円から選べて。ネットワークスティック同梱モデルには、1年間の無償使用権が付属されている。余談だが、 ドコモがスマホ向けに、展開している格安料金プランイルモでさえ、1ヶ月のデータ容量3イトのプランで月額2167円税込みである。それに各種セット割を組み合わせると、月額880円税込みまで割引されるが、容量上限は3イトのまま。 容量無制限で月額1650円、税込みが。いかに激安かお分かりいただけるだろう。YouTube はスマホ不要で動画の再生や視聴操作ができる。動画配信サービスといえば、YouTube、Netflix、Amazon プライムビデオ、TVer といったところを使っている人が多いだろう。まず YouTube に関しては、 なんとサイバーナビは、オーディオソースの一つとして用意されているストリーミングビデオで、そのまま YouTube の再生と視聴操作が行える。この Web ブ,ブラウザを用いた YouTube 動画のストリーミング再生も、市販化アナビ初の快挙だ。実際にストリーミングビデオを立ち上げてみると、スムーズに YouTube が起動。 リストから動画を選択したり、見たい動画の検索機能も使える。また、地図の横で AV 操作画面を分割表示する AV サイドビューでも、リスト選択や CM スキップが可能。かゆいところに手が届く使い勝手だ。ネトフリやアマプラはネイティブ対応とまではいかないが、サイバーナビのオンライン機能は、 車の車内が Y、ファイスポットになるアクセスポイントモードにも対応手持ちのスマホやタブレット端末を容量無制限無負不の Y、ファイに繋ぐことができるので普段通りに動画再生を楽しめるサイバーナビの画面で再生したければ HDMI 接続別売りの分配ユニットとケーブルが必要すれば OK だ また、自宅に通信機能付きのブルー、レイレコーダーがあれば、そこに録画してある番組や映画などもリモート再生が可能。しかも、チデジ BSCS などの、リアルタイム放送を視聴することもできるというから驚きである。ワンセグ、フルセグのチデジは、トンネルに入ると電波が途切れて燃やることが多いが、 サイバーナビはネットワーク再生でストレスフリーというのも強みだ。音質こだわり派も納得のサウンド系新機能。さて、ここまではサイバーナビが誇るオンライン機能ばかり紹介してしまったが、もちろんサイバーナビはナビオーディオの本文である。ルートガイド機能と音響性能も高く評価されている。ここからは、 冒頭で触れた最新の2023等モデルに加えられた新機能にフォーカスしていこうまず今回の新型サイバーナビが誇るのがサイバーナビ史上最高音質それを実現したのが新たに採用された新サウンドマスタークロックと高音質オペアンプであるサウンドマスタークロックは デジタル信号処理部に極めて正確なクロック波形を生成。位相ノイズの大幅な低減を実現した。また、高音質オペアンプはハイエンドオーディオ危き向けとして、定評のある日進坊ミュージズブランドを採用。DA コンバーターの音質劣化を徹底的に抑えている。ハイレゾ音源を高音質で再生するため、 パーツの最適化に着手したというわけだが、もちろんハードウェアの進化にとどまらず、熟練の開発者が視聴を繰り返す音質のチューニングも実施、アーティストの息遣いやステージの空気感まで、再現する圧倒的な高音質を実現した。プリセットイコライザーでも十分な高音質だが、上級者向けの機能も、 また新機能というわけではないが、サイバーナビは CD や圧縮音源も高音質なハイレゾ相当に、変換して再生するマスターサウンドリバイブという特許技術を採用している。入力音源に最適化した2つのモードが用意され、圧縮率に応じてモード1、モード2から選ぶことが可能だ。加えて、 自分好みに音質を細かく調整するイコライザー機能が豊富に用意されているのもサイバーナビならでは初心者向けにはナチュラルやボーカルなどプリセットされたモードから誰でも簡単に音質の変化を楽しめるイコライザーや別売のマイクを使用し自動で車内を最適な音響空間にしてくれる オートタイムアライメントイコライザーを用意。中級者向けのシンプルコントロールモードは、音響特性を2デシベル刻みで調整できる13バンドイコライザーが組み込まれるほか、1.4センチメートルステップでのタイムアライメント、調整も可能だ。一方、上級者向けのマスターコントロールモードでは、 音響特性を0.5デシベル刻みで調整できる31バンドイコライザーを搭載。タイムアライメントも0.35センチメートルステップで調整することができる。かゆいところまで手が届くフリーワード検索が便利すぎる。次に注目すべき進化点が。 ナビゲーションの目的地検索に使用するフリーワード音声検索とフリーワード検索だ。どちらも元々サイバーナビに採用されている機能で、これもまたネットワークを経由して、サーバー上の膨大なデータにアクセスするからできる芸当で、カーナビに収録されていない最新スポットも検索できる。例えばフリーワード音声検索では、 京都名所というだけで目的地候補を表示。リストから選択すると営業時間や利用料金などの詳細も確認することができる。そこに新たに加わったのが住所、電話番号、郵便番号。自宅などの発話を認識して検索する機能だ。実は住所のののといった。 番地の発話を正確に認識させるのは技術的にかなり難しいのだとか試行錯誤の結果スムーズな音声検索を実現できたという文字入力タイプのフリーワード検索も住所、電話番号、郵便番号に対応した絶対に使いたくなる超便利なスマートコマンダーちなみに サイバーナビに付属されるスマートコマンダーのショートカットキー、あるいは純正のステアリングスイッチに、サイバーナビの各種機能の呼び出しを割り当てることも可能。GR86 の場合は、MT を選択するユーザーも多いはずだが、例えばフリーワード音声検索の呼び出しをショートカットに割り当てておけば、 タッチパネルに頼ることなく素早く目的地検索ができるそのスマートコマンダーは Bluetooth を利用しているため設置場所も自由ダイヤルで地図の拡大縮小レバーでスクロール操作ができるなどかなり便利であるなぜか GR86 のセンターコンソールの空きスペースにぴったりと収まり まさに純正パーツではないかと思えるほどのはまりようだ。GR86 とのマッチングという意味では、AVIC C99123DC の9インチ大画面は、インパネと完全にフラットな見た目となり、これ以上ないほど美しい調和を見せつける。 しかも、操作スイッチのイルミネーションの色を好みで変更することも可能。GR86 は純正のスイッチ類が赤なので、サイバーナビのスイッチも赤を選択すれば、統一感を演出できる。もちろん地図の自動更新もオンラインで可能と、どこをとっても隙のないおもてなしと、高性能が実現されているサイバーナビ。 最近はよくスマホで十分という意見も聞くし、正直なところ筆者もその口だった。だが、今回サイバーナビの最新モデルに触れ、スマホじゃ不十分という思いに至ったことをここに告白したい。